バウンティーラッシュエース、一昨年のお正月に登場したエース、彼の強みはシールドマルコ。スキル1でマルコを召喚するんですが、これがマジで強い。マルコの後ろから一方的に攻撃することができますし、味方含め体力を回復してサポートすることができます。正直エースの生命線はマルコとなってくるので、マルコ強度を上げるためにメダルは体力ぶりにする、マルコをすぐ呼ぶために味方がいるお宝エリア内で戦ったりと、スキル1をどれだけ重要視するかが鍵となってきます。もう一つのスキルは威力が超高く、しっかりとチャージを決めれば敵を KO できる優れもの。5人の燃焼状態も無効にできるなど、現環境結構優秀なディフェンダーです。弱点としては吹っ飛ばしがなかったり、自身は吹っ飛ばされたりと、マルコがいない時耐久はある程度できるもののきつい場面が多く見られます。素の火力も低いなど、まああくまでマルコと協力して味方をサポートするという考えを持ってた方が良さそうです。あー、道徳1やん。いや、ちょい、なったよ、もうまたかい。バウンティーラッシュサボ。サボの強みはメラメラ状態。スキル1で自身に付与できる強化状態で、その恩恵は主に4つ。1、通常攻撃のリーチが伸びる。2、状態上無効。3、受けたダメージ 50% カット。そして4、燃焼状態を付与しやすくなる。サボは燃焼状態中の敵に攻撃すると、体力が 10% も回復するので、4の燃焼付与もかなり大切です。クリティカル増加、よろけ無効なども利用しつつ、基本はメラメラ状態で有利に戦っていくというのがこのキャラだったんですが、最近メラメラ状態を解除するキャラが増えちゃいました。メラメラ状態でないサボは結構きつい。対策としてはカイドウキングと対峙するときはクリティカル率が上昇していないかを確認する、ゾロと対峙するときは青属性になっていないかを確認するなど、強化状態を解除されない工夫が大切となってきます。高月ほど解除はされにくいので、まあやっていけんことはないと思いますが、普通にきついですよね。くそー、高月のせいで俺まで厳しくなっちゃった。これってつまり気のドック。バウンティーラッシュ鬼ヶ島打ちリルフィ。一昨年の誕生日にサプライズ登場した鬼ルフィ。彼の強みはスキル2の割合ダメージ。前の環境では気絶無効キャラが多かったり、割合ダメージが全部回復されたりと、あまり刺さらなかったこのスキルですが、現環境では多くのキャラに刺さります。そして何よりこのスキルはガトリングということで、攻撃すると防御力が増加するという特性に非常にマッチしています。理想としては序盤にスキル2を当てて、早い段階で防御力を完成させ、有利に戦いを進めていくといった感じです。他にも攻撃力増加解除持ちであったり、アタッカーに対して耐久できたりと、強みがたくさんある万能ディフェンダーなんですが、最近は吹っ飛ばし耐性がなかったり、旗ゲージの消化がないディフェンダーは結構きついんですよね。敵にやられることは少なくても旗を取られてしまう場面は割と見かけます。スキルで吹っ飛ばされないことが非常に大切です。あれ、あいつわしより強くね。